立ち上がりはどこに、アネベツ、まあ、それも何回も言いますけど、最初のダブルプレーで小さな市街地に入っています。あそこで本当に、ね、あれがヒットになってたりするとですね、はい、で駅前を通ってみたいと思っています。そのプレーがあって、そしてこの回も先頭ボガースに対して、まあ、ワンボール、失礼、ツーボールワンストライクからボールのチェンジアップに手を出してくれて、アウトに仕留めました。昔は外のチェンジアップ高めではありましたが、あ、今もお店はやってるのかどうか。3アウトです。2回は三者凡退で3人で打ち取りましたエンゼルスです。2点の援護をもらった直後、しっかりここは締めました。アネベツ駅、今は小さな駅になってます。アメリカンリーグの東部地区レッドソックス、そして西部地区のエンゼルスの対戦です。アメリカンリーグ、その両チームが所属する西部地区、そして東部地区の順位をご覧いただいています。まず左、西部地区ですが、エンゼルス勝ち越し1つはあるんですが、現在4位という状況です。まあ、この西部地区はアストロズがですね、今も5連勝中で、はい、